小田原って魅力がある街だと思うんですけどなんで人口が増えないんでしょうね拓見師相原と申しますこの動画は小田原や不動産の難しい事から事象などを噛み砕いて解説します今回は平成元年以来人口が減り続けている小田原の現状を 不動産屋として考察してみるについて解説します。 いいろいろ私は小田原に関してのいろんな切り口で動画を上げていていやいやお前にそんなこと言われたくてお前言うみたいなこと言われることあるんですけど当然不動産屋としてね、まあ、いわゆる雑談レベルという形で聞いてる部分がある、まあ、もしそれを言われる方実際ですねいろんなところでそういう声が上がってるみたいなんですけどであればじゃあこういう形なんじゃないんですかというコメントをぜひ返していただければという形またそれを私も、まあ、私も不勉強な本もあるかもしれませんのでまた取り上げてという形していきたいと思います今日は人口の話です。 人口がですね平成元年の時に 人人口が20万人を小田原市という町へ向かいましたこれよく覚えているのは私は平成元年にタウンニュースというですね地方新聞社の方に入社をさせていただいてその初期の時に、えー、取材活動していたのがこの「人口20万人特集」という記事だったからなんですね。要は僕が1819の頃が人口が一番あっただん,だん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 そこから頂点にして人口が下がっていってやっぱり今18万人台まで下がってきているということになるわけですね。その間にだんだんん何が起こってきて 来たかというと小田原市民からするとですね自分からすると目下の立場だと思っていた厚木平塚茅ヶ崎大和海老名この辺あたりに人口がパン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 ってみんな抜かれていくということになるわけですねそうすると下を見るともう秦野がまた人口がまあ秦野も減ってはいるんですけどね秦野もだんだん足元ひた,ひたひたひた歩んできているというのが今の小田原の現状という形になるわけですね。 不動産屋としてそういうところを見ると考えるわけです。小田原って正直言うと非常に魅力がある街だと僕は思うんですね。交通利便性も他の移住の動画いっぱい上げてます。 本当に魅力がないんであればですね小田原の動画の部分って再生回数回らないはずなんですけどおかげさまで再生回数非常にこんな私の会話でも回させていただきます。ありがとうございます加えて小田原市の昔話をするだけでもものすごい動画の編集回数が回っているこれも大変ありがたい話です。今、小田原らというです、ね、クイズの企画のものを今準備していますなんととに、ね、やりたい思思っってててで、ね、楽しみにしみだければと思っております。 さあこういう話を私のレベルでしていきましたけどじゃあここまで魅力がある町なのになんでこの30年から35年の間にですね市の統計資料なり一般的なことを話をしていけばですよ当然自然減高齢者の方がだんだんなくなっていったんで減っていったんじゃないの。いやいやや工場が 明治の工場、なくなくってししままいました、ね。それもともとあったなるだの小田原市なるにあったところの工場が八王子に吸収合併しちゃってなくなっちゃった、えー、金坊さんだった工場が花王さんになっちゃったとかね湯浅、まあ、はなくなってアマゾンさんって新しい工場になったりとかでもいろんなこう入れ替わり立ち替わりはありながらもですね小田原がだんだん工場工場というもの自体が三國さんなんかもね常務主張しちゃったなんていう話も見にしたりするそうするとだんだんそういう工場がなくなってきたんで人が減ってきたんじゃないかという話もあった あったりしますそれは全て僕は合っていると思っていますで、全てがこのブレーカー1個パーンと上げてこれが原因ですということではなくて当然副次的な原因がいっぱいあるだから私が簡単にこう言ったからすぐ改善するかと言ったら改善しない話だということは重々承知の上なんですね だけど当然小田原市としては移住するためにという形で渋谷の駅前でビラまいたりとかインターネットのホームページで小田原ラボなんて形で展開して移住者を募ろうという考え方も募っているっていうのが今の現状だと思うんですねただ私他のいろんな動画でも上げています当然そういう小田原市の努力もあって小田原市に移住していきたいという市外の方もですね非常に問い合わせが正直多いです多いんですけど何で人口増えないのか単純な話です物件がないからです いいやいやそんなこといっぱい不動産余るぐらいあるじゃないですか違うんですよニーズが違うんですでこれは昨日挙げました小田原と飲食店あ昨日じゃなくて先週か、えー、小田原と飲食店という動画の本に関しても一部リンクするとこなんですが住みたいという人と貸したい売りたいという人のニーズがどうやっても合ってないっていうのが僕小田原の実情じゃないかなと思ったりするんですね。だいぶします 大分したときに2つに分かれると思うんですね小田原住みたいという部分に関しては1つはやはりアクセスの良さ小田原に住んでそして都内横浜などに通勤したい川崎もそうです通勤したいいやいや新幹線からは名古屋大阪に通勤したい本当いるんですよ名古屋に勤めてる人大阪に勤めてる人自体が小田原に家を買って通勤している方っていうのはリアルにいるんですよそういう方も。 なんで小田原かやっぱ関東だからって言って、やっぱ関東の端だからって、大阪、名古屋じゃなくて小田原住まれてる方もいらっしゃる。当然今逆の分、都内も住まない方からいらっしゃる。そうすると、そういう人たちはどこに住みたいのかって話になります。当然、駅の中心街の近くに住みたいですよね。あります、物件。ないですよね。で、勤めて言うと、この30年、 僕はあの小田原のマンションに関する、まあ、データベース的ホームページ小田原マンションスケアというサイトもああの今あの自分が運営していますぜひこれも見てもらいたい小田原のマンションのライブラリー今まで小田原でいわいる分譲マンションのデータというものが一覧になっています平成元年、まあ、バブル期がまだ残っているので元年地区ぐらいの前後ぐらいまだあるんですがだたい10年ぐらいからこの平成30年令和年代まで含めての部分なんですけど小田原って マンンションどのぐらい建ってるか分かります下手すると年代この5年ぐらいの輪切りにしてくると片手でも足りちゃうぐらいしか建ってない時期っていうのが実際あるんですね。その時期に先ほど言っていました平塚厚木海老名茅ヶ崎大和この辺の5つの都市がどのぐらい新築マンションを駅の近くの利便性のいいところに建てたと思います当然こっちの5都市の方が上げたんですね。 だから人口が増えたんですねやっぱり都内には住めないじゃあそこでずれていってじゃあその時に受け皿になる物件が当然彼らの基本的な考え方は駅の前駅の中心街ということになったわけです。 じゃあ、小田原は何が起こったか既存のマンション自体が新しいものができませんのである程度、グレードの高いマンション自体がものすごい高値で売り買いされるという実情になりましたね10築10年月15年経ってるマンションなのにものすごい高い価格下手をすると購入金額と変わらない金額で売買されるという事態が起こったそれはもちろんね小田原市というのは小田原城の高さという部分をちゃんと帳簿ができるように建物を作りましょうというグランドデザインの部分がある確かに僕その考え方は素晴らしいと思っています。 当然そういう考え方の名のもとに高さ制限したマンションの建設に関して制限したっていう考え方はある僕はその考え方は間違いでないと思いますただしその受け皿という一面で見た時には何もそこがなかったということですねだから立ち遅れで人口が減ってきたっていう部分はあるわけですねでもう一つこの人口という部分のからくりの部分をもう一つ言います関東学院大学があってそれが潰れたから人口が減ったという言い方をする方も中にはいらっしゃいます でも、大学生お持ちの,おかあの視聴者の皆様方、いやいや、もう以前、大学生をお抱えになられていた視聴者の皆様方、もし自分が住んでいる場所からお子様が転勤、まあまあ、転勤ですね、まあ、いわゆるそこに引っ越して下宿をするというとき、ね、皆様方はお子様の住民票、移しましたか 映してないですよね、多くの方々が。住民票をそのままで下宿している、まあその大学の近くのアパートにみんなお住まいになられてましたね。選挙となったらその部分の投票権が自宅に届いたりして、大やばやしていることありましたよね。大抵ずらさないんですね、住民票って。就職してという形になっても、住民票を移さないという方がいらっしゃるということです。 僕が前の新聞記者をやっていた頃に小田原市のところで聞いたことがある話だと小田原市は潜在的にそうやって実際席があるんだけど小田原市に住んでいないという人間自体が5,000人前後いるという話がもうすでに昔あったぐらいです。だから大学ができたできないぐらいではその辺というのは人口増加の上げ幅にはならないわけです。 だから仕事を持って都内に通う大阪名古屋に通うは都内に通うという家族が移り住んでもらうという部分が主軸にならなきゃいけないわけですだから駅前終戦の部分に関して、うん、シングルマンション作りました違う違う違う小田原駅前求めてるのはファミリーサイズだからってこれ、まあ、そういうところでかみ合わないという形じゃあもう小田原物件ねえならいいか厚木で。 もう本当にそうやって言われる方が想像以上に多いんですよ。なおだわらってさ家賃もいや、まあ、そんなに高くも安くもないこんな感じ若干、まあ、高いぐらいだけどさ何より物件ねえからあんな探したってもよって不動産屋に電話して探してくれっても全然仕事してねえようだからよ本当に頭くしゃうって言うんで違うんですよ,物件がないんですよだからその人たちは今言った5つの都市に全部手前側に移っていくということをして 小田原よりも高い家賃高い購入金額を持ってお住まいになられているという実情があるんですミスミスその移住者自体を取りこぼしているという部分があるわけですねもう一つの切り口を言うと小田原に移住をしたいと考える人はゆったり田舎を感じるロハスとは言いませんがという生活をしたいという、まあ、ゆっくり自然を感じながら生活したいという方ですね。 この人方の求める不動産のニーズというのはゆったりした食地敷地ですね50坪60坪車も2台3台物置も置けて、まあ、家もファミリーサイズが進めてちょっと自分の家自体で家庭菜園もできてよく聞きません不動産屋の方々はそういうことを言うスペースがそうすると50坪って皆さん言いますよね半を押したように小田原の今建ってる新築戸建ていやいや今まで建ってきた新築戸建て見てください 下手をすると敷地35坪の縦列駐車とかね30坪台の建売り戸建てなんてのがいっぱいいありましたよねいやいやいや、まあ、小田原まで来てそんなねそんなうなぎの出所みたいなとこ住みたくないからって言ってやめちゃった方っていっぱいお客さん不動産屋経験してますよね。ニーズが合ってないんです 30坪でそうやって作ろうっていうのは東京都内横浜町中の部分の考え方をそのまま小田原申し込んで「ああ小田原だってこんなもんでしょう」って同じ神奈川だからなんて言っちゃってそんな言っちゃったりしちゃったりしてみたいな感じで広川太一郎先生みたいな感じな部分で家建てちゃうわけですね分譲上昇に言われるがまあまあに。売れないですよニーズと合ってないんだから。 小田原駅から電車で動いて大雄山線小田急線東海道線箱根登山線いやいや御殿場線まで使って移ってもいいんですしっかり50坪の左右感があって山奥場海が見れる山奥場富士山見える山奥場家庭菜園できるというスペース感があるところに家が建てられてというところを望めばいいけどそれがない。 ないんですね勤めてもうその行き着く先はこの前動画あいましたが古民家ですよ古民家、ね、そうするともうそんな古民家部分なんか小田原あたりないなんてか古民家なんてみんなパカパカパカーってスラジーンなんて作っちゃうわけですよねそういうニーズ感部分がアジャストしない部分でこの30年過ごしちゃったから人口っていうものがだんだん落ちてくるわけですね 自然源の部分もあるけど住みたくても住めるものがなかったという実情は実際的にはあるはずです。それは不動産屋が悪いわけでもなく行政が悪いわけでもなく一人が全て責任を背負って悪いわけじゃなくてみんなが悪いんですね簡単に言うと。 まあ小田原市だってグランドデザイン、今今度、森谷さんが、ね、そういうことの専門家なんで、僕は正直言ってすごい期待してる部分があるんですよね、グランドデザインの専門家で、神奈川県庁でずっと腕を振るってきた人が、今、小田原市の市長をやってるわけです。いろいろ雑多なこと言ってることなんですけど、一番やってほしいとこ自体は、そういう小田原市のこれからの将来を決めるグランドデザインなんですね。なぜかというと これれはももしししかかたら批判浴びるかもしれませんお許しいただきながらということですけどその前の同じ系統の市長で小沢義明さんという市長自体がやはり小田原のグランドデザインというもの自体を批判を浴びながら強行したおかげで小田原東西自由道路という大きい駅ができたあれでやっぱり劇的に小田原駅前って正直変わったんですね。あれがもももし年年でも10年でも前に変わっていたら えー、先週か、あ、違う、昨日だ、昨日を挙げた小田原市と飲食みたいな、あんな高齢者と観光客しかいないような街にならなかったはずなんじゃないはずなんですよ、もっと住居環境として変わってきた可能性って十分僕はあり得るなと思ってるわけです。だってあれ、東大寺郎が早くできるっていうことは、下手すれば新幹線ビルで今立ち上がってる、あのタワーマンションだって、早くできた可能性があったということですよね。そういういところの間口 小田の商店街自体も本当にそこまだ気づいてるのかなと思ってますけどねこの前動画上げた時に「城山だけじゃないですからねあんだけお金持ちができるマンションねお金持ちが住むマンションがあそこにできるってどういうことですか?」って僕もう立ち上がって計画した段階でそこすぐ気づくとこなんですけどね実際サーパス小田原市テが立ち上がった時にその近辺の飲食店ってどうなったかってことを調べてみてください居酒屋さんものすごい有名になった居酒屋さん何軒かあるよね そういうものってなんでだろうって考えないんでしょうかね。だから、その話の延長線上にマクドナルドの閉店という話があるんですね。実はそのストレートラインの部分に関して、だから歴史はヒストリーはすに繰り返されるというシチュエーションです。で、そういう部分をうまく捕まえるか捕まえなかってことに関してはが、いわゆるで、その辺は守谷市長は今、現守谷市長はね。 得意ななはずなんですよだってそれずっと神奈川県っていうもっとでかいパイであった人だからだからそういう部分に関してはこれからねもうこの人口減のシチュエーション自体がポンと下落ちしてグッと上がるシチュエーションに変わっていったらなということを一市民としてそれはまあもっと言うと、まあ、これ別に言い訳でもないですけどまあそれはあの 前あの僕の方で内見動画のことで出てもらった高松元市議かという形で話したことがあるんですけど加藤市長は加藤市長としていい時代そして小沢市長は小沢市長としていい時代で現守屋市長は森市長いい時代各市長として個性としていい部分で小田原の部分に醸し出した部分はあるんだよと加藤市長だって三ノ丸ホールねみにしたっても進み上げた梅子もそうだやっぱりそういう部分で着実にそこを進めてきたという実績がある部分に関してはちゃんと市民が評価しなきゃだめでしょっていうんですね。 やっぱりどうしてもその上わぴたなことを小田原の人は考えすぎるけど小沢さんにしてもで守屋さんにしたってもそうなんですねこの1年間の中で成果って実はあるんですよだけどもそうじゃないねワームみたいな話がいっぱい上がってるんでこういうことになってますけどだそういうものをちゃんと見極める部分が出てくるとさっきみたいなみんなが悪いんだから人口減らしてるの僕も含めてだからそういう部分を含めて少しずつこうやって上げていくってこと自体で小田原の方向がクッて変わってくるかもしれないですね。 というわけで、この不動産み砕解説は、小田原や不動産の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。ぜひ、チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。たっけん原ゆ原祐介でした。